堺市。堺市は、日本の氏族の一つ。三河国の在地領主から、徳川政権下で、普代大名となった氏族である。松平氏、徳川氏の最古産の普大筆頭で、松平氏と同族という、徳川幕府の古記録である、流栄秘関では、三河安城の七五普大、普大イコール普大、堺左衛門の城、元来五普大城座と、ある。また、 同書持つ、青いの五門来湯の項目に、堺、堺、の里より、ため、として、家西北里市とある。江戸時代の徳川幕府では、大老四家の一つに数えられ、一族から、大老や老中を出している。堺市は、元来、三河国壁海軍堺号あるいは同国発軍、堺里の在地領主であったと考えられている。 江戸時代に作成された堺氏の経譜によると、大江氏の流れを組み、その祖は、大江広元とされ、大江広元のいつの大江忠明、一説に、海東方願忠明を海祖とする三河の海東氏の初流という。その後、14世紀の末頃に、堺号の領主であった、堺忠明の子が、堺忠時、伊たろ左衛門昭和忠時で、さらに忠時の子にあたる堺忠則は、 日田氏の氏族、セラ伝子の一族を名乗る自習の僧、徳川は当たる、後の松平近志氏を娘婿に迎えたという。その間に生まれた子が、堺博親、長長氏で、成長した子親は、親子系の堺氏の子祖となったとされる。もとより、これらは、松平氏の羊に関するのと同類の伝説であって、事実は広親以前に、確かな系図をたどることができず、また、 松平氏と同族の姓は源氏に行っ支流であることを主張するために、家康の時代以降に創作されたものとされる。遺説として、天野玄造の波合駅によれば、南北朝時代に、三河に土着した日大一族である大漢氏の大立、宇治地下より派生とされる、大立氏参照。坂井博士親は、松平号にて、松平氏に仕え、不大家臣となったとされる。 その後の堺氏は、広親の子から宮に分かれる、あるいは、広親の子の堺五郎親時の子の時ともされる。判例不都選は実施、養子はあえて記さず。堺氏の家紋は、新田氏以来の、片タク門であり、一族や子孫は、それに装飾を加えた、まるに、片タクや、まるに、剣ン食えなどの家紋を用いた。竜栄比官には、 徳川家の三葉葵の家門が、堺市より由来することが詳細に記載されている。よって、これより、松平氏は、三葉葵門を、我が家の門として、この吉礼を子孫に伝弁したという。広屋の長男とされる堺市、ただし、近忠田田の家系は、代々西門の城を名乗ったのでといい、初代、下田氏から数えて五代目が、堺忠寺となる。忠寺は、 松平広忠、家康不死に仕えた重臣として知られる。重臣家の着手であった忠治は家康より15歳、年長で、幼い家康が、寸府人質生活を送っていた際にも随住し、苦楽を共にしてきた家康から信頼を寄せられるようになった。桶狭間の戦い以後には、広忠のいぼ妹を正室とされた、後の薄い姫。当時、未亡人であった。こうして、 家康の義理の叔父という間柄にまで高められたことから徳川家臣団の中でますます徴用されついには吉田城豊橋氏を託されることとなった東三河の旗頭として東三河四軍にジュース国人領主たちを統率家康の清掃年期にあった多くの合戦でも彼ら引いて活躍このような自責から忠義は後に 家康側近の武将として検証された、徳川四天皇、徳川十六神将の筆頭に数えられている。1590年、関東への領地替えを、豊臣秀吉に命じられた家康は、後北条氏の丘陵に、三河軍団を配置した。堺左衛門の上家は中寺から代替わりをしており、弱氏、家継は、下佐国薄い、千葉県桜市三国を与えられた。 ところが、他の四天皇である、伊伊直政は十二万国、本田忠勝、坂木原康政には十万国が与えられていた。この割当ての理由には、などがある。しかしながら、家継の子、坂井忠勝の頃に、出和省内藩へ、数を違法された。十四万国と言いながら、その領地は、実高二十万国から三十万国とも言われ、本田坂木原伊に劣らぬ所要を得た。 ところが、大臣の不代は、老中などの役職にはつかないという慣習がありながら、五大藩主として、宗家を継いだ、堺忠氏よりは、14年にわたって、老中を務めることとなった。このため、莫大な出費が、藩の財政を逼迫させた。また、中野取り木の孫、堺忠則の代になっても、藩の財政は好転せず、参勤交代の費用にも難従するほど悪化を、 続けていたそこで忠則は領内の酒田で優れた競輪の才を見せる本間光岡という人士に藩の財政再建を託した忠則の,の講演を得た本間の働きによって藩財政は破綻の危機を脱して再び売れを取り戻している幕末では堺忠治から数えて十三代目の忠厚の頃に奥越列藩同盟の一翼を担い 新政府軍に抗うも、後に教順。その弟、十四代目の忠富の頃に、廃藩地権を迎えた。広屋の次男とされる、堺家忠の家系は、代々画学女、後画学等を名乗り、と呼ばれる。堺画学女正近は、左衛門の上家の中寺と同じく、家康青年期の重臣の一人で、三河統一の家庭で、西尾城主、西尾氏に取り立てられ、 直親最初の上司となる。その子重忠は関東で武蔵国川越、埼玉県川越市に一万国を与えられ、重忠の子忠世は前橋藩主、老中、大老となる。またその孫の中世は大老となり、幕政において影響力を持った。忠世の子孫は姫路藩十五万国の藩主となった。また、 重忠の弟の忠都氏は別家して取り立てられ、川越藩主、江戸城留守居、老中となる。忠都氏のこの忠勝は、老中、大老になり、小浜藩11万3000国の藩主となった。堺市の大名家は旧屋を数え、すべて不代大,大名、扱いは、審判格であるが、左差は、大仙、が改役されたためなま、家となった。 明治に至って、共に家族に列し、庄内、姫路、オバマの三家は白尺、その他の家は死尺を授けられた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。